八条原城は現在の東広島市、市和町にあった江戸時代末期から明治時代初期にかけて築かれた城。幕末の動乱に備えて築城されたものの、動乱の収束に伴い工事は中止された。慶応5年、明治元年、母親戦争が勃発すると、広島藩は戦乱の拡大と外国の干渉など不測の事態に備えて秘密裏に、 シワの地に築城することを決定した。シワは,は築城決定の前年の慶応4年に木原秀三郎を率いる藩士と藩士以外の武士、庶民からなる根性部隊、新機体の拠点になっており、シワへの入り口である内村越、大原、峠、御堂、原、江ノ木山峠、湯坂峠、 関川を封鎖することによって、島盆地全体を一大拠点として要塞化できること、海沿いの広島城では、海上から外国船の砲撃を避けられず、海からも離れていることが、上地選定の大きな理由となった。同年7月、武具武行高松聖の指揮の下、築城工事を開始した。追記は急ピッチで進められ、藩主浅野長君や前藩主浅野長君も入して、 工事を指揮した。工事が中止になるまでに、藩長別館及び藩主別邸、米蔵、学寮圏兵営、連平城が完成している。翌年には、藩士指定300人を選抜して学寮に入れ、文部塾を開校した。この城を拠点として、広島藩の明治道乱への備えとした。しかし、母親戦争の沈静化によって、追記は中止され、 上地や施設は払い下げられた。シワ盆地全体を防衛拠点としたため、急増の館、陣屋形式の城郭であった。安田山麓の緩やかな傾斜地に250メートル四方の本丸と呼ばれる中心部を置き、その周辺には石垣を張り巡らして備えとした。木内中心部には約六十部屋百四十畳の藩主別邸や成長、 見張り台が建てられ、その周辺を石垣で囲い、東側には、政治道、南門付近には、新機体の大社が建てられた。また、牢城時に備えて、米蔵も設けられている。近隣には、鉄砲駐造所や、弾薬製造所を設け、シワ盆地に牢城して、自給自足の体制を維持しながら、戦闘を続けることを想定していた。上地は払い下げられた後、現在は、 シワ神社や JA 広島シワライスセンターとなっている。石垣の一部焼き打ちの水車跡が残存し、建物は近隣の小学校校舎に転用され、文部塾と行動は東広島市最上町最上、狂禅寺の栗として現存している。同時期には同じ広島藩内である吉田に吉田神社が築かれている。これは長州藩に備えるための神社であり、八条。 原城よりも大規模で堅固な陣屋であった。ありがとうございます。